お羊座の2月12日の運勢、恋愛運を15、燃え上がる情熱。破天荒な恋、今日はお羊座の恋愛運が最高潮に達します。燃え上がる情熱が胸に宿り、恋の火花が破天荒に散ることでしょう。勇敢なお羊座のあなたは、新たな恋の冒険に挑む準備が整っています。思い切って告白をすると、相手も同じような気持ちを抱いているかもしれません。恋の歓喜と興奮に身を任せて、愛の絆を深める素晴らしい日となるでしょう。仕事運25、挑戦の時、新たな一歩を踏み出せ。仕事の世界では、少し挑戦的な状況が待っているかもしれません。新しいアイデアやプロジェクトに取り組む機会が訪れますが、一歩踏み出す勇気が必要です。不確定要素が多く、未知の領域に飛び込む覚悟を持ってください。困難な状況に直面しても、自信を持ってチャレンジすれば、成功への道が開けるでしょう。全体運45、運命の星が輝き、幸運が舞い降りる。今日は運命の星が輝き、幸運があなたに舞い降りる予感です。全体運は非常に高まっており、あなたの人生にポジティブな変化が訪れるでしょう。思いがけない出会いやチャンスがあり、あなたの人生に新たな光が差し込むことでしょう。運命の導きに従って行動し、幸せをつかみ取る準備を整えてください。運気を向上させるコツ、自分自身を信じ、自分の力を信じましょう。困難な状況に出会っても、自分の可能性を信じて前に進むことが大切です。また、周囲への感謝の気持ちを忘れずに、人々とのつながりを大切にしましょう。自分を高め、新たな可能性を模索することで、運気を向上させることができます。ラッキーアイテム、赤いアクセサリー。お羊座の運勢をさらに高めるために、赤いアクセサリーを身につけてみてください。情熱と活力を象徴する赤は、あなたの運気を引き立てて、好調な日々を過ごすことができるでしょう。牡牛座の2月12日の運勢、恋愛運35、心地よい安定。愛の花咲く、愛は静かに芽生え、心地よい安定感が広がる。相手との絆が深まり、穏やかな日々が続く。心の中に花を咲かせるとき、愛の響きが広がる。仕事運35、着実な成果、一歩前進。着実に成果を積み重ね、一歩前進するとき、努力が報われ、目標に近づく喜びを感じる。困難な状況も乗り越え、成功への道を歩む。全体運35、安定と成長の光景。安定した日常に成長の光景が広がる。心地よい環境の中で、自身の可能性に気づく。自己肯定感が高まり、新たな挑戦に踏み出す。運気を向上させるコツ、自分自身を信じ、持ち前の忍耐力を活かせ、目標に向かって着実に進む姿勢を持ち続けよう。周囲のサポートに感謝し、共に成長を楽しもう。ラッキーアイテム、木の香りのするキャンドル。自然の力を感じながら、心を落ち着かせる。リラックスした状態で運気を高め、幸運を引き寄せよう。双子座の2月12日の運勢、恋愛運35、新たな扉が開く恋の予感。心を揺さぶる出会いが訪れる日、新たな扉が開かれ、恋の予感が漂う。相手との会話が盛り上がり、深まる絆に期待を抱くでし、自分自身を大切にし、素直な気持ちを伝えることで、愛の花が咲く。仕事運45、アイデアが光る職場。アイデアが光る職場で輝く日、頭脳明晰な双子座の才能が発揮される瞬間。周囲からの評価も高まり、仕事への情熱が増す。自信を持って新しいチャレンジに挑戦し、成果を上げることができる。全体運45、幸運の星が輝く一日。幸運の星が輝き、全体的に順調な日が訪れる。人間関係が良好で、周囲の支援を受けやすい状況。新たなチャンスが巡ってきて、幸運が舞い降りる。自分の能力を信じ、前向きな姿勢で行動することで、成功に近づく。運気を向上させるコツ、コミュニケーションを大切にし、積極的に交流すること。自分の考えやアイデアを発信し、周囲との共感を深める。柔軟な思考と行動力を持ち、新しいことに挑戦することで、運気を向上させる。ラッキーアイテム、万華鏡。多彩な色と形が映し出される万華鏡が、運気を高める。自分の内面の多様性を大切にし、新たな発見や楽しみを見つけ出そう。蟹座の2月12日の運勢、恋愛運35、思いを寄せる相手への溢れる感情。心の奥底に眠る思いが、溢れ出す。相手への愛情をストレートに伝えることで、絆が深まる。感情の高まりに戸惑いを感じるかもしれないが、それが恋の醍醐味でもある。仕事運45、安定と成果が得られる一日。頑張りが実を結び、安定と成果を得られる一日。努力が評価され、仕事に対する自信が高まる。チームワークを大切にし、協力者との連携が重要となる。全体運45、幸福感に満ちた日々。
幸福感に満ちた日々が訪れる。周囲の人々からの支えや励ましを受けて心安らかに過ごせる。自分自身への愛情を大切にし、自己成長に向かって進んでいくとき、運気を向上させるコツ。感謝の心を持ち、日々の小さな幸せに気づくこと。自己肯定感を高めるために自分の強みや成果を振り返ること。自分を大切にし、自分の心の声に耳を傾けること。ラッキーアイテム、白いリボンがついた手帳。手帳に願い事や目標を書き込み、実現に向けて行動する。リボンは幸運を象徴し、願いを叶える力を持っている。獅子座の2月12日の運勢。恋愛運35、燃え上がる情熱。新たな愛の芽生え、心に燃える情熱が湧き上がり、新たな愛の芽生えが訪れる。恋愛においては、自分自身を信じ、自己表現に勇気を持って、魅力的な存在との出会いや深い絆を築くチャンスが待っている。ただし、過度な自己中心的な態度は避け、相手に対する思いやりを忘れずに。仕事運45、輝く才能。成功への道、自身の才能が輝き始め、成功への道が開かれる。チャンスを逃さず、自信を持って挑戦することで、目標達成への確かな一歩を踏み出すことができる。周囲からの評価も高まり、仕事においては充実感や達成感を得ることができるだろう。全体運35、きらめく未来。自己成長の時、未来がきらめき始め、自己成長の時が訪れる。新たな挑戦や学びの機会が巡ってくるため、自分自身の能力や可能性に気づくことができる。困難に立ち向かい、成果を上げることで自信や幸福感を得ることができるだろう。運気を向上させるコツ。自分の熱い情熱を大切にし、行動に移すこと。自己肯定感を高め、自分の才能や魅力に自信を持つことが重要。また、他人との協力やコミュニケーションを大切にし、他者との絆を深めることを心がけよう。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。ゴールドの輝きが自己表現や自信を高め、成功への道を照らしてくれる。自分の魅力を引き出し、運気を高める助けとなるだろう。乙女座の2月12日の運勢。恋愛運を15、深まる絆。幸せの予感。今日は、二人の絆がさらに深まる日。愛し合う心が通じ合い、幸せな未来への予感が広がる。相手の思いやりと理解が、愛を育む大切な要素となる。時には感謝の言葉を伝え、お互いの存在を大切にしよう。仕事運35、新しい挑戦。才能の開花。新しい挑戦に向けて準備が整いつつある。才能が開花し、周囲の期待も高まる。自信を持ってチャンスをつかみ、自分の能力を発揮しよう。時には助けを求めることも大切だが、自分自身の力も信じて進もう。全体運45、調和と成長。幸福の花開く。調和の取れた日々が訪れ、幸福の花が咲き誇る。周囲との関係が良好であり、助け合いの精神が広まる。自己成長の機会も多く、新たな才能が開花する時期となる。感謝の気持ちを忘れずに、幸せを共有しよう。運気を向上させるコツ。自分自身を信じ、自己肯定感を高めよう。達成感や成功体験を積み重ねることで自信につながる。周囲とのコミュニケーションを大切にし、お互いを助け合おう。感謝の気持ちを忘れずに、幸せの循環を生み出そう。ラッキーアイテム、花の香りのするキャンドル。かぐわしい香りが心を癒し、幸せな気持ちを引き寄せる。リラックスしながら自分自身と向き合う時間を過ごそう。天秤座の2月12日の運勢。恋愛運を15、バランスの取れた愛の舞台。天秤座のあなたにとって愛の舞台はバランスが重要です。パートナーシップが円満で、互いの意見を尊重し合う関係が築かれています。心地よい安定感と情熱が融合し、愛の輝きが一層増します。調和の取れた恋愛が続き、幸せな日々が訪れるでしょう。仕事運45、調和と洞察力で成功を手にする。天秤座のあなたは、調和と洞察力を持って仕事に取り組むことができます。周囲との協調性が高まり、円滑なコミュニケーションが可能です。洞察力を生かして、新たなビジネスチャンスやアイデアを見つけ出すことができます。努力とバランスの取れた行動で成功を手にすることができるでしょう。全体運45、調和と平和の時を迎える。天秤座のあなたにとって、調和と平和の時が訪れます。人間関係が円滑になり、心地よい空気が漂います。バランスを取りながら、様々な面で幸せや満足を感じることができます。調和と平和のエネルギーに包まれ、穏やかな日々を過ごすことができるでしょう。運気を向上させるコツ。心と体のバランスを保つことが重要です。ストレスをためずにリラックスし、自分自身を大切にしましょう。自分の意見をしっかりと主張する一方で、
相手の意見も尊重することが大切です。調和と平和を大切にし、バランスの取れた生活を送りましょう。ラッキーアイテム、バラの香りのルームフレグランス。バラの香りは天秤座のあなたにとって調和と美を象徴します。心地よい香りに包まれながら、バランスを保ちながら過ごすことで運気が上昇します。サソリ座の2月12日の運勢。恋愛運45、深まる絆、愛の融合。互いの心が交差し、深まる絆が生まれる。愛の融合が訪れ、2人の心は一つになる。運命の赤い糸が絡まり、情熱の火花が燃え上がる。心の闇も受け入れ、真実の愛を育む準備が整う。仕事運25、挑戦の時、輝く才能。新たな挑戦の時が訪れる。サソリ座の持つ才能が輝き、周囲を驚かせる。困難な道でもあなたの意志が光を放つ。自信を持ち、未知の領域に飛び込む勇気を持て。全体運35、変化の風。新たなる可能性。変化の風が吹き、新たな可能性が広がる。運命の舞台であなたが輝く時がやってくる。障害に立ち向かい、自己成長を遂げるチャンス。進化するサソリ座の姿が世界に響き渡る。運気を向上させるコツ。自己啓発に努め、新しいスキルを磨くこと。変化を恐れず、前向きに未来を受け入れること。信念を持ち、困難に立ち向かう強さを忘れずに。ラッキーアイテム、羽のペンダントネックレス。起床する魂を象徴し、運命を導く。あなたの内なる力を呼び覚まし、幸運をもたらす。伊手座の2月12日の運勢。恋愛運35、新たな出会いの予感。恋の矢は鶴を引き、新たな出会いが訪れる予感。自由な心が織りなす運命の糸が愛を紡ぐ。心の広さが魅力となり、新たな恋の冒険が始まる。仕事運45、挑戦の舞台。輝く才能。挑戦の舞台が広がり、才能が輝く時、自信と情熱を持ち、大胆な一歩を踏み出そう。困難を乗り越え、目標に向かって進む姿勢が成功をもたらす。全体運45、自由の翼。未知の世界へ、自由な翼を広げ、未知の世界へ飛び立つ時、新たな体験が人生に彩りを与え、成長を促す。自分自身を信じ、前向きな姿勢で進むことで幸運が舞い降りる。運気を向上させるコツ。自由な気持ちで新たな挑戦に取り組め、自己成長のために学び、経験を積み重ねよう。他人とのコミュニケーションを大切にし、協力を求めることで運気が上昇する。ラッキーアイテム、世界地図のペンダント。自由と冒険の象徴である世界地図が運気を高める。新たな場所への旅や未知の体験に出かける準備を整えよう。ヤギ座の2月12日の運勢。恋愛運35、堅実な愛の舞台。真実な愛が舞台に上がるとき、堅実な心で愛を育むことができる。相手への思いやりが深まり、絆が強固になる。困難な時でもお互いを支え合いながら前進していける。仕事運を15、成功への階段。一歩一歩、成功への階段を登り続けるとき、一歩一歩着実に前進し、目標へ近づく。努力と忍耐が実を結び、成果が現れる。自信を持って進んでいけば大きな成功が待っている。全体運45、堅実な幸運の舞台。堅実な幸運が舞台に広がるとき、努力と忍耐が報われ幸せが訪れる。困難を乗り越える力を持ち、新たな可能性が広がる。人生の舞台で輝き続けることができる。運気を向上させるコツ。目標に向かって一歩ずつ進むことを忘れずに、自分の能力を信じ、努力を怠らないことが重要だ。困難に直面しても諦めずに前進し、成功への道を切り開こう。ラッキーアイテム、シンボルのペンダント。自分の信念と強さを象徴し、運気を高める。心に秘めた願いを込め、幸運を引き寄せよう。水亀座の2月12日の運勢。恋愛運35、奇抜な恋模様。奇抜な出会いが訪れ、恋の予感が駆け巡る。異なる世界観が交差し、新たな魅力が目覚める。思いは風に乗り、運命の舞台へと進む。心を開いて、新たな恋の冒険に身を任せよう。仕事運45、想像と変革の時。想像と変革のエネルギーが満ちている。新たなアイデアが湧き上がり、成功の扉が開かれる。自分の独自性を信じ、大胆にチャレンジせよ。未知の領域に足を踏み入れる勇気が報われる。全体運45、自由な翼を広げて。自由な翼を広げ、新たな世界へと飛び立とう。運命の流れに乗り、自分自身を解放するとき、限界を超え大いなる可能性を追い求めよう。心の声に従い、自由な思考で未来を切り開け。運気を向上させるコツ。自分自身の個性を大切にしよう。他人の評価にとらわれず、自分の道を歩み続けよう。自由な発想を持ち、新たなアイデアを追求しよう。好奇心を失わず、常に学びの姿勢を持とう。ラッキーアイテム、ノートブックとペン。思考を整理し、
アイデアを記録するために使おう。自分の思考を可視化し、想像力を高める手助けとなるだろう。魚座の2月12日の運勢。恋愛運45。心の奥底で燃える愛。深い海の底に眠る愛の炎が燃え上がる。心の奥底で燃える情熱が、恋愛に新たな光をもたらす。恋人やパートナーとの絆が深まり、心の距離が縮まる。感情の波が高まり、激しい恋の嵐に身を委ねよう。仕事運35。芽吹く才能。新たな可能性。内なる才能が芽吹き、新たな可能性が広がる。仕事やキャリアにおいて、新しいステージへ進む準備が整う。自信を持ってチャレンジし、自分の才能を開花させよう。困難や障害に立ち向かい、未知の領域へ踏み出す勇気を持て。全体運35。幸福の兆し。運命の導き。幸福の兆しが現れ、運命が導いてくれる。人生の舞台は、幸せと喜びに満ちた光景となる。心の準備を整え、運命の導きに素直に従おう。新たな出会いや経験が、人生に彩りを添える。運気を向上させるコツ。心の声に耳を傾け、直感に従い行動せよ。自分自身への信頼を深め、自己肯定感を高めよう。他者との共感を大切にし、思いやりのある行動を心がけよう。ラッキーアイテム。海の音が流れる CD。 海の音楽が心を癒し、穏やかな気持ちをもたらしてくれる。リラックスし、内なる平和を感じるためのアイテムとして活用しよう。